回の動画ではホストの応答性がない、このような状態の時の効果的なトラブルシューティングアプローチについてお話をしたいと思います。まず画面の方をご覧いただきますと、2台の ESXi ホストのうちある1台のホストの応答性がなくなってしまっています。一見これは非常にクリティカルな状況にも見えますが、まずは状況の整理をしていきたいと思います。1台のホストはノットレスポンディング、そしてある仮想マシンはディスコネクティッドというステータスですが、まあこれ本当にじゃあこの2台の、まあ、正確には1台のホストと1台の仮想マシンというのは止まってしまっているのかで、いくつかですね確認の方法あるんですけれども、まず1つ目、この仮想マシンに対してそもそもピンが飛ぶのかということは確認をですねしておきたいなと思います。まあ、また今こちらディスコネクティッドになってます仮想マシンなんですけれども、まあ、おそらくこの1号機のようにいたものじゃないかなと思いますが、まあ、それどうやって確認するかと言いますと、まあ、ホスト選んでいただいて VMs に行っていただけば、確かにこんな風に、はい、この上にいるものですよ、あるいはいたものですよという風な、まあ、その表示になってますね。ではまずこの TinyLinux2 の IP に対してピンが通るのかやってみたいと思います。はい、でご覧いただきますとピンの応答性はこのようにあるわけですね。はい、まあこれはじゃあちょっと一回閉じますけれども、つまりまずここでお伝えしたいのは、仮想マシンのディスコネクティッドっていうのはその VM 自体がダウンしてるわけではなくて、まあこのマシンの状態が、まあ、V センターからわからないようになってしまってる、まあ切断ねされてしまってるという意味なので、サービス停止とか VM のダウンというにはまだちょっと早い状態ですね。じゃあ今度はこちらの ESXi ホストですね。で管理用の IP アドレスですね、こちらに応答性あるのかっていうのを確認したいなと思います。はい、でここに192.168.110.51の、はい、51という IP がありますので、それではピン192.168.110.51、はい、こちらもピンの落としありますね。ということは少なくともこの2つのピンコマンドの結果から分かることっていうのは、どうやらこの ESXi ホストはですね停止してるわけではなくて、管理接続のですね、まあ、特に IP レイヤーの通信っていうのはうまくいっていますので、まあ、それ以上のレイヤーですね、例えばまあファイアウォールのポートが閉まってるんじゃないかとか、あとはまあその V センターと ESXi との間のですね、まあ、エージェント間のこう通信っていうのがうまくいってないとか、まあ、そういうですねことが原因じゃないかなというふうに想像できます。はい、まあ、監視自体はちょっとできない状態ということで不都合あるんですけれども、まあ、一番大事なのって仮想マシンの中のアプリケーションによるですねサービス提供が止まっちゃうことが、まあ、一番ね避けたいので、まあ、どうもそれはねなさそうに見えますということですね。でちなみに192.168.110.51、はい、この 110.51 はこの管理用のアドレスですね。さっきピン打ったものなんですけれども、管理接続は、うん、やっぱり正常に生きているように見えますね。じゃあ実際に V センターを介さずにこのホストの状況っていうのを確認してみると、まあ、一体どうなるのかと言いますと、ホストは緑のチェックついてますね。じゃあ VM どうなのかっていうと、ご覧いただくとですね TinyLinux2 はノーマル、はい、でクリックをすると仮想マシンコンソールも普通に、まあ、こう使えるような状態ですね。
はい。なのでまあ、まあそうですね、一般的な Linux のコマンドもちゃんと使えてるということが、まあ、わかりますので、うん、全然問題ないですね。はい、動いてます。さあ、じゃあここで本題の方なんですけれども、なんでこういう状態が起きるのかと。まあ、さっきお伝えしたみたいに、まあ、少なくともネットワークの接続で考えると、IP アドレスレベルでのピンの音声あったので、まあ、OSI 参照モデルで考えると、まあ、レイヤーの1、2、3はまあ問題ないという形になってきますと。で、特に実際の現場の中でこういう事象が起きるので、まあ、例えばその管理通信に必要なファイアウォールのですね、まあ、その通信ポートを閉じちゃったっていうことだったり、まあ、あとは何にも作業してないのにこういう問題が起きてしまうっていうのは、さっきお伝えした ESXi ホストの中のエージェントがダウンしている場合というのがありますので、そこにですねついて確認方法をご紹介したいと思います。まず SSH 接続してみます。はい。で、ここでスラエトセスライニットドット D スラ VPXa ステータスと。はい。で、こちらのコマンドの意味なんですけれども、この VPXa と呼ばれるですね、まあ、こちら何なのかっていうと、 ESXi ホストが V センターと通信するときのエージェントがこれなんですね。で、通常これ動いてないとおかしいんですね。で、今これ is not running というふうになっております。で、じゃあ、まあ、これ2号機の方はどうなのかっていうと、スライトセスライニットドット D VPXA ステータスと。はい、こちら2号機の方はラニングとなっておりますので、まあ、このようにまあ正常ではない方ですね、こちらについては VPXA というプロセスがダウンしていることがおそらく原因じゃないかということです。じゃあ本当にこれが原因なのか、そう思っている方はですね、じゃあここでスタートっていうコマンドでこのプロセスを復活させたいと思います。そうすると VPXA started となりまして、もう一回ステータス見ますけれども、今はランニングですね。で、今ご覧いただきますと自動的にねステータスの方も回復しましたので、まあ、以上ですね、ちょっと簡単ではあったんですけれども、このホストの応答性がなくなった時の効果的なトラブルシューティングということで、まあ、いくつかの手順の方をご紹介したんですけれども、まあ、今の流れのようにですね論理的に考えてトラブルシュートをぜひ進めていただければと思います。今回の動画はこちらで以上となります。